ラピュタはやっぱり強かった。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。8月12日金曜日、はい、本日ね、金曜ロードショーで、ラピュタ天空の城のラピュタをやるということで、まあ、危惧してたんですけれども、まあ、結果だけ申しますと、バルスでしたうちの店までね、滅ぼされそうになっております。はい、まさかのお盆ウィーク、しかも花金、12日でこけるというね、大ごけするという、しかも、途中ね、昔ねよく使ってくださってた、ご家族がね久しぶりにご来店くださって、まあお友達がね大阪から来てたというので、使ってくださったんですけども、まあ、それは本当に思いついてね、パッと思いついて、ああ久しぶりに取り巻行くかみたいな感じで来てくださったらしいんですけれども、そのねご家族がおらんかったら実質、2人で終了でした。はい、まさかのね、お盆ゴールデンウィーク中に、実質2人で終了というね、もうなんか、あもう店やめようかなってふっとね、もうなんかふっと頭に浮かぶようなね、ワードが頭が自然と出てくるようなね、もうなんか喪失感というかね、なんとも言えないね、こうあガクッときましたね。はい、まあそんなね、うちだけじゃなくてね、もうなんか今日のニュース見たらすごいですね、ガストが100店舗閉店へとね、外食大手のスカイラークホールディングスが、ファミリーレストランガストやステーキガストなどの、約100店舗を閉店すると発表したと。幹線道路沿いなどの郊外型の店舗を中心に不採算店舗を閉じると。食品や日用品の値上げが相次ぐ中、外食を控える傾向が強まり、地方都市を中心に売上が落ち込んでいると。同日発表した2022年6月中間連結、決算はコロナ禍の長期化の影響などで最終利益が27億円の赤字となったと。円安などの影響で食材の調達コストも上昇していることから、22年12月期の業績見通しも下方修正し、最終利益を2月時点の40億円の黒字から20億円の赤字としたということで、コスト上昇が予想以上の状況ですということで、ガストバーミヤンは、10月にメニューの値上げをすることも明らかになりましたというニュースとともに、もう一つが、いきなりステーキのねペッパーフードサービスの、社長がね業績不振の責任を取りね辞任というね、すごいですね。ペッパーフードサービスは店舗同士の競合や新型コロナウイルスの感染拡大による店舗の一時休業など、業績不振が長期化と。で、2020年6月にはペッパーランチを売却するなどして立て直しを目指していたけれども、生活習慣の変化や物価上昇などで主力のディナータイの、売上回復が遅れており、同日発表した2020年1月から6月期の当期純利益は8億6800万円の赤字だったと。で、通期の予想も下方修正し10億900万円の最終赤字を見込んでいるということで、まあいろんなね外食、の、お話ね、まあ、バッドニュースばっかり出てきますけれども、まあじゃあ全体はどうなってんのかというと、もともと26兆円あったね、飲食の、まあ、売上ねが26兆円あったわけですけれども、これが2021年ねどれだけになったかと言いますと18兆円、まあ、3割減ですよね。3割売上が消えたということなんで、まあ、本当だったら3割の店がね潰れてないとおかしくない、おかしいんですけれども、まあ、協力金等でね、まあ、持続化給付金等いろいろありましたから、まあ、あとゼロゼロ融資か等ありましたから、まあ、ほとんど潰れんかったと。本来潰れるべき、潰れるであろう店も潰れてなかったと。で、売上がね、飲食の、売上が26兆円から18兆円ね、なってますのでね、
8兆円飛んでるわけなんで、まあ、これはこの数字は今期も同じような感じだと思いますので変わらないの で今回は今年は2022年は、保証等はないのでがっつり3割は、潰れるというようなね淘汰されますよというような流れが来てるんだろうなと思います。はい、もうなんかねその3割になんか入りそうな勢いにねうちの店もなってまいりましたけれどもね、いやマジでやべえなと。で今これ撮ってるね真っ最中に、13日がね、海峡花火大会なんですけれども、突如ね、昼過ぎからドバーッと大雨が嫌がらせるように降っております。はい、もうなんだかなとなんだかなというね、もう心にねぽっかり穴が開いちゃったよというような気分でございます。いやーマジでね、飲食業界ねやばいなという感じですね。もう中小大手ねでも焼き勝ち組屋と言われてたね焼肉屋も、唐揚げ屋も関係なしですね。もう一部の人気店以外はもう似たようなもんじゃないかなというような感じかな。はい、まあ、そんな感じで、13日までね、花火が中止になってこけたらもうなんか終わったなっていう感じになっちゃいますね。はい、いや結構ねこの8月でねもうやめようって思う店結構あるんじゃないかなとね、リアルに真面目な話をすると、まあ、それぐらいのね、飲食店経営者からしたらもうなんかとどめ刺されてる感がありますよね。で先にもう、見通しがもうないから、うん、ただのコロナだけだったらねどうとでもなったけれども物価高までね乗っかってきてますし、でね、まあ家計のね、収入は増えてないわけなので使える金もなくなってるから出ませんよというふうになりますから、もうなんかね去年までとは根本的にまたね別次元に入ってるんでね、この気合と根性だけでどうにかなるねステージはもう終わっちゃったんでね、まあ途方に暮れてるね飲食店経営者は多いと思いますし、できることっていうのもね、じゃあねテイクアウト頑張れよとかねあるでしょうけども、いやテイクアウトはねもう合わないと思いますから、うん、それをメインでやったとて生き残れないと思うから、まあ、それで活路を見出すようなやり方をするぐらいやったらもうやめた方がいいかなと思いますよね。まあ、トータルで全部でいろいろやるんやったらまだあれでしょうけれども、結局は全部価格転嫁しなくちゃいけないから、テイクアウトだと容器代とかもねアホほど上がってますので、まあ、その分も、ね、転嫁しないといけないし、まあ、Uber とかね、まあ、そういうのに依頼するんであれば配達代とかが乗っかって、まあ、より割高感がね、際立っちゃいますので、出ないという感じになっちゃいますので、まあ結構八方塞がりだなという感じですよね。うん、まあ、あとは、まあ、このね数字が示す通り26兆からね8兆円飛んでるわけな溶けてるわけなので、じゃあまあ店の方も3割潰れて、需要と供給のバランスがあってまた、多少、回るようになるかなっていう感じだから、3割潰れる街になっちゃうんかなというような本当にリアルな話をするとね、じゃないとまあこのね溶けた8兆円分足らないわけなんですけれどもね、その分の、取り合いで過当競争でより潰し合いになって、もともと良かったところまで、落ち込んじゃうみたいな感じにもなるかもしれませんねという感じです。まあ、どっちにしてもねちょっと飲食店はもう本当に未来がないなというような感じですよね。この3割を、ね、3割なくなってその7割の方に入ったとしてもそれまで過当競争が多分出ると思いますし、まあ、その間ずっと耐えてるだけなんでね入ってくるわけではないので、うん、どっちにしてもきついなとね、退場してもねきついし残ってもダメージを
ね、追ってもうねフラフラ状態でブロッキー状態で生きてますよっていうような感じかなという感じですね。はい、まあ、とりあえず、13日ね、海峡花火大会一矢報いてというかね、本当にこの売り上げが消えたら本当にすいません、あの週明けの15日支払い日なんですけどね、きついわーってなっちゃいますからね、お願いします。編み編んでください。はい、というわけでね、終わります。